スターホース3プレミアカップファイナル。ただいまよりプレミアカップを開催します。中京競馬場、天候は曇り、馬場状態は芝、寮、ダート、やや重で行われます。出場全14チームを紹介します。ゲートが開いた。まずまずのスタートといったところであります。果たして何が行くのでありましょうか。マッケニーネアーチが行く構え、そしてポップハロルド、そして5番手にハマールビーであります。1番内から8番ロマンスムーブメントであります。そして外からは7番ドキドキミッドタイム、その内からはジャパニーズブレイブ。歴史にその名を刻むのは果たしてどの馬なのか。ロマンスムーブメントは4番手といったあたり、ポップハロルドの懸命に追う青い帽子アイデクライで、ロマンスムーブメントが3番手白い帽子ポップハロルド、このあたりで先頭はロマンスムーブメント、内から懸命にポップハロルド、ロマンスムーブメントが先頭だ、白い帽子ポップハロルド、2番手に中華そば1着ロマンスムーブメント、2着中華そば。第1レース、1着8番、2着4番、3着3番以上のように確定しました。14頭、まずまずのスタートといったところであります。さあ何が行くのか。先頭に立ったのは1番インスタントラバー、大方の予想通りであります。並んでいます。それからもう1頭テイクミーゴールニアリスト、その後ろ5馬身くらいあってドロイド。先頭行くのは1番インスタントラバー、大きくリード。さあこの直線の向こうに最高の栄養が待ち受けています。先頭行く白い帽子はインスタントラバー、外を通ってバファローバウィングス、これと一緒にたまに当たらん。先頭インスタントラバー、インスタントラバーが大きくリード。3番手にたまに当たらん、青い帽子マスターピース、たまに当たらん、そしてバファローバウィングスマスターピース。先頭に立った1着マスターピース、2着ダルクライブドーム。第2レース、1着6番、2着8番、3着5番以上
のように確定しました。ゲートが開いた。まずまずのスタートといったところであります。果たして何が行くのでありましょうか。ラダライスが行く構え、そしてクリムソンクロー、そしてその外に14番アルフォンスマハル、内を通ってスルスルと妹の Wi-Fi が上がっていきました。それから離されましてらしくない、外を通りまして6番イッツショータイム。さあスタンドからは大歓声、いやー日本中から大歓声だ。アラプロンド氏直線の伸び足はどうか。先頭クリムソンクロー、クリムソンクローが2馬身リード。3番手にエスモード1、5番妹の Wi-Fi、 妹の Wi-Fi がかわした。内からクリムソンクロー、3番手にアルフォンスマハル、ここで一気にアルフォンスマハルだ。1着アルフォンスマハル。第3レース1着14番、2着8番、3着5番、以上のように確定しました。ゲートが開いた。まずまずのスタートといったところであります。果たして何が行くのでやりましょうか。異常なしが行く構え、そして中洲の夜アルフォンスミュデ、ハイドパークがそのうちにいます。2番ギビアブレイク、そして1番人気のマイティウィング、うまくいっているんではないでしょうか。さあ全国の頂点を極めるのは果たしてどの馬だ。マイティウィング直線の伸び足はどうか。先頭異常なし、異常なしが大きくリード。内から懸命に中洲の夜ハイドパークが3番手、先頭異常なし、異常なしが大きくリード。9番ハイドパークギミアブレイクも懸命に追う、かわしたハイドパーク、先頭ギミアブレイクが2番手、1着ギミアブレイク、2着ハイドパーク。第4レース1着2番、2着9番、3着5番、以上のように確定しました。ゲートが開いた。まずまずのスタートといったところであります。果たして何が行くのでやりましょうか。ラチャピンコンカッツが行く構え、そしてノーマルタイプクランキーヒーローがその後ろ、1番ノベルティーボン、外から一気にハナタレデーボンが上がっていきました。7番ヤシマウエゲト、歴史にその名を刻むのは果たしてどの馬なのか。3着は5番手、先頭に踊り出すことができるのかどうか。ノーマルタイプ、そしてその後ろからタイフンライフン、先頭はガチャピンコンカッツ、頑張る頑張る。ノーマルタイプ、それからタイフンライフン、先頭はガチャピンコンカッツ、クイーンオブモッチーが2番手、内から懸命にペロペロロミ。8番クイーンオブモッチー、クイーンオブモッチー、かわして先頭に立った。1着クイーンオブモッチー。ウィン5の結果をお伝えします。第1レースから順に8番、6番、14番、2番、8番、以上のように確定しました。